はいはい。もう撮ってるの？あ、もう撮ってます。あ、そう。はい、完全に忘れてました。今、旅館。旅館。旅館です。僕、長野県にお邪魔してるんですけど、1泊2日でお邪魔してまして、中村さんのご両親が営んでる旅館に宿泊させていただいてます。そのご紹介を、すいません、失念しておりましたので、はい、簡単にお願いします。またちょっと概要とかこの辺に画像、ペッて貼っときますので。わかりました。紹介ですか。はい。うちの宿泊施設はもう100年以上営んでいる宿泊施設、旅館になります。まあもちろん釣りのお客さん、まあ自然を楽しむ方とか、あと絵描きさんとかね、そういう方が泊まってくださってました。最近になるとゴルフをね、近くにゴルフ場があるので、ゴルフをされるお客さんとか、そういう方がたくさん泊まっていただいている旅館になります。お料理の方は田舎のお料理になるんですけど、秋になればキノコですとか、もちろん川魚ですとか、その辺もメインにお料理で出させていただいています。旅館の名前は望岳荘と言います。長野県木曽郡木曽町海田高原2806番地になります。0264-42-3005 になります。料金ですけども、まあ1泊2日で9000円ぐらいかなということでやらさせていただいています。まあ普段僕はその名古屋にまあいて、まあ、長野県にこう来る機会っていうのもまあさほどないんですけど、はい、まあ、久しぶりにこうやって長野県に来てまあ感じることが、まあ夏なのに、まあエアコンかけてなくても、まあ網戸でかなり涼しく快適に、汗をかくこともなく快適に夜を過ごすことができる涼しさがありますので、山の方の長野県とかに来てみて過ごしてみてはいかがでしょうかと。ぜひお願いします。というところで、はい、はい、また今後ともお願いします。よろしくお願いします、はい、というご案内の動画を失礼しました、はい、すいません。Ha ha 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 ha!